こんにちは。歴ショックです。今回は、尾藤友信、御子田正治、戸田勝孝、宮田光次の4人の総称である、羽柴四天王の生涯について紹介します。羽柴四天王は、古くから語られてきたわけではなく、秀吉が織田家臣時代に中国方面司令官として播磨に入国した際に、4人揃って五千石の領地を与えられたのが四天王と呼ばれている根拠で、四天王と呼ばれ始めたのは最近のことです。徳川四天王や武田四天王とは違い、知名度も極端に低く、実力で言えば、黒田官兵衛や竹中半兵衛、戦国秀久など、彼らに勝る秀吉家臣も多くいます。それでも、彼らは秀吉家臣の中では最古参の部類にあたる上に、追放、改易、お家断絶と悲惨な最後をたどっており、大名として家名を残した有力家臣とはまた違った魅力があるのも事実です。今回は、秀吉を木下藤吉郎時代から支えてきた4人の古参家臣の生涯について、一人ずつ紹介していきます。讃岐一国の大名になるも、秀吉に追放され、北条氏のもとに流れ着く。尾藤友信の生涯。尾藤友信は、森長吉、森蘭丸の父である森吉成の家臣、尾藤源内の子として尾張で生まれました。弟には、娘、光月院が石田三成の正室となり、嫡男の石田重家らを産んだ宇田頼忠がいます。友信は初めは森氏に仕えていましたが、ほどなくして、当時は木下藤吉郎と名乗っていた豊臣秀吉に仕えるようになり、秀吉がまだ足軽だった時代から、早々の家臣として仕えました。秀吉が、浅井氏滅亡後、北近江を与えられて長浜城主となると、秀吉の馬回りを代表する木幌衆に選抜され、約500石を領するようになります。木幌衆には、同じ四天王の御子田正治や、後に豊臣秀次の家老として活躍し、小田原征伐では山中城攻めで戦死する一つ柳直末がおり、初期羽柴家を代表する家臣の一人となっていました。以降は、1577年頃から、毛利氏の中国地方攻略を命じられた秀吉に従って中国地方各地を転戦し、秀吉が播磨に入国すると、他の四天王と揃って五千石の領地を与えられています。後に讃岐一国の領主となる戦国秀久が、この頃同じ五千石ほどの領主で、関ヶ原の戦い後に土佐藩主となる山内和豊は同時期の所領は2000石ほどだったことから、友信らが古参家臣の中でもいかに重用されていたかが伺えます。友信は、1578年の播磨三木城攻めでは、同じ四天王の戸田勝孝と共に先駆けを行い負傷しており、大身となっても前線に出て、自ら槍を振るって戦っていました。やがて秀吉が、本能寺の変、山崎の戦いを経て、信長の後継者として名乗りを上げるまでになると、友信の地位も上がり、賤ヶ岳の戦いでは、武者奉行として秀吉本軍の部隊の指揮に当たっています。1584年の小牧長久手の戦いでは、戦の序盤に森長吉が犬山城を落とした池田恒興に負けじと小牧山城占拠を申し出た際に、軍官としてこれを許可し、自身も森軍と共に出陣しました。しかし、徳川家康が派遣した堺忠次の軍勢に奇戦を制され、羽黒の戦いで惨敗を喫し、森長吉と共に敗走を強いられます。もっとも、この敗戦は友信の失点にはつながらなかったようで、翌年の1585年に行われた薩摩成政の越中富山城攻めでは、武者奉行を務め軍勢の指揮にあたり、功績を挙げました。この頃の友信は、天下人として確固たる地位を築いていた秀吉の八級文書の添え状に名を連ねることも多く、秀吉の側近としての地位を固めていました。小牧長久手の戦いと同年の1584年には田島と豊岡城主となり、翌1585年には、播磨国内でさらに1万1000石を加増されていることから、秀吉からの評価は受け続けていたことがわかります。同年には、長宗我部氏との戦い、四国征伐に参陣し、八須賀五六の指揮下で、戦国秀久らと共に、讃岐、阿波で活躍しました。この四国征伐で讃岐一国を与えられた戦国秀久は、1587年の九州征伐にて、蘇郷正康、長宗我部元親ら豊臣軍先遣隊の軍官として、摂津川の戦いで島津軍と戦うも大敗を喫し、九州から逃亡したため改易されています。
友信は秀久の後を受け、讃岐一国の領主とされるとともに、後任の軍官として九州に渡りました。そして、以後、日向の二方向から南下する豊臣軍のうち、日向方面の総大将を務める豊臣秀長に従い、根城坂の戦いで島津軍と激突します。この時、秀長の本軍が日向高城を包囲し、宮部慶順率いる1万の軍勢が前方の根城坂砦を守っていましたが、劣勢の島津軍は、情勢挽回のために、根城坂砦を3万の兵で急襲しました。秀長は砦の救援に向かおうとしますが、友信は救援は不可能として押しとどめ、秀長も友信に従い、宮部慶順は見捨てられる格好になってしまいます。しかし、秀長家臣の藤堂高虎らが独断でわずかな兵と共に島津軍を吸収し、動揺した島津軍を小早川高景や黒田官兵衛の軍勢が追撃したため、砦を攻めていた島津軍は壊滅しました。友信はなおも、敗走する島津軍の追撃を主張する秀長を押しとどめましたが、根城坂の戦いの敗北が決定打となり、ほどなくして島津氏は秀吉に降伏します。友信は、一連の戦いでの消極的な姿勢を秀吉に咎められ、改易、追放処分とされ、諸国を流浪する身となってしまいました。秀吉の手前、諸大名も友信を召し抱えることができず、信濃松本城主の小笠原定義は、一時友信をかくまった罪で、小田原征伐後に与えられていた讃岐半国の領地を没収されるほどでした。友信は、豊臣諸将からは召し抱えられなかったため、流浪の末に、秀吉に従わない北条氏のもとに流れるも、北条氏も小田原征伐で秀吉の前に滅亡しました。その後、友信は、奥州塩木へ向かう秀吉に許しを請うため、剃髪して、下総古賀で秀吉に拝謁を願い出ます。柴田勝家の急進で、北条氏に仕えていた佐久間康政らが許されていたことから、自分も復帰させてほしいと懇願したものの、このことがかえって秀吉の逆鱗に触れ、友信はその場で捕獲されて討ちにされ、生涯を閉じました。尾藤氏はその後復活することはなく、弟の宇田頼忠も、兄の追放後、妻の姓の宇田に姓を変えて、友信との関わりを絶っています。しかし頼忠も、関ヶ原の戦いで、西軍の敗戦後、娘の嫁ぎ先、石田三成の一族と共に、沢山城で東軍との戦いの末に自害し、一族も滅亡することとなりました。敵前逃亡の末に秀吉と言い争いになり、追放、処刑される。御子田正春の生涯。御子田正春は、尾張の出身で、秀吉が足軽の身分の頃からそばで仕えており、秀吉が近江長浜城主になると、約500石の領地を与えられました。秀吉が中国攻めを担当するようになり、播磨に入国すると、他の四天王と共に5000石を与えられます。この時、尾藤友信、戸田勝孝、宮田光次の3人は、今までの軍功に対し5000石では少ないと、不満をあらわにしていました。しかし、正春だけは、秀吉は、播磨は大国なのに余分な土地はないのだと我々を丸め込もうとしているが、これは我々を知恵なしと見ている証拠だ。その知恵なしに5000石も与えるのだから、よっぽど我らの武功が際立っていたのだろうと喜んだと言い、先行を盾に秀吉を小馬鹿にしていたことが伺えます。正春は、4人の中ではひときわ武功を上げていたようで、賤ヶ岳の戦いでは一軍を率いる武将として参戦し、戦後は備中に早瀬城主とされ、1万2000石の領地を与えられています。翌年の小牧長久手の戦いにも出陣し、尾張の二重堀砦城の首相1番手に抜擢されました。秀吉が美濃方面へ転進する際は、尾張からの退却のしんがりを任されますが、織田信雄の軍勢に襲撃され逃亡し、細川忠興の援軍によって助けられるという失態を犯します。逃亡中に、正春は敵の首を取っており、秀吉は負けてもなお戦功を挙げたと褒めたたえようとしましたが、正春は、このようなことを褒めては、皆個人の武勇に走るばかりで勝利はつかめないと、苦言を呈しました。秀吉と正春は言い合いになり、正春は秀吉を罵倒したため、敵前逃亡の罪で改易、追放処分となり、追放先の高野山すら追い出され困窮してしまいます。正春は、諸国を流浪するも仕官は叶わず、九州征伐の際に、豊後で秀吉に帰参を願い出たものの許されず、切腹を言い渡され生涯を閉じました。秀吉の怒りはそれでも収まらず、
正春の遺体は京都の一条戻り橋にさらされ、秀吉自ら立て札に臆病者な上に悪口に及んだと書きつけ、不名誉な最後を迎えることとなったのです。四天王の中では最も長く活躍するも、後継ぎを残さず異国の地で亡くなる。戸田勝孝の生涯。戸田勝孝は、初めは織田信長に仕え、その後、まだ小身だった秀吉に古参の家臣として仕えるようになった人物で、弟の戸田勝重は、兄とは別に丹羽長秀に仕えています。その後、秀吉が長浜城主になると、木幌衆となり500石を与えられ、秀吉が播磨に入国した際は、四天王と揃って5000石を与えられています。勝孝はその後も、三木城攻め、賤ヶ岳の戦い、小牧長久手の戦い、四国征伐に参加し、1587年には、伊予南部、大須城7万石の領主へと出世を遂げました。勝孝は伊予入宝寺、旧領主の西園寺氏の一揆に襲われており、勝孝は領地を失っていた当主の西園寺喜宏を黒幕と見て、秀吉が本領回復を約束するという内容の偽の朱印状で呼び寄せ謀殺し、強引に一揆を鎮圧するという手法も取っています。九州征伐でも、浅野長政と共に、島津方の秋月種実の守る秋月城に攻め込み、落城に追い込む活躍を見せました。他の四天王が次々と没落していく中でも、勝孝だけは活躍を続け、秀吉が発給する文書の添え状に名を連ねるなど、武行としても活躍していましたが、この頃に唯一の後継ぎの男子を亡くしてしまっています。小田原征伐、朝鮮出兵にも従軍し、朝鮮出兵では渡海し、巨災島で講和交渉に当たっていましたが、その最中の1594年に亡くなり、後継ぎもいなかったことから戸田家は断絶してしまいました。勝孝の娘は、肥前佐賀藩主、鍋島勝重の正室になったものの、後継ぎは残すことができず、勝孝の血筋は途絶えます。弟の戸田勝重は、丹羽長秀の死後、丹羽家を去り秀吉に仕えたものの、関ヶ原の戦いで西軍の大谷義継隊に属し、小早川秀明の攻撃を受けて、嫡男と共に戦死しました。勝重の孫、忠勝が、越後村上藩主の村上頼勝の養子となり、村上藩9万石の藩主となったものの、家臣団の統制ができず改易。後継ぎを残せず亡くなったため、勝孝の戸田家は弟の系譜も滅亡してしまうこととなりました。将来を期待されながらも、若くして討ち死にした武勇の死。宮田光次の生涯。宮田光次は、幼い頃から秀吉に仕えていたといい、秀吉が長浜城主となると、木幌衆の一人となり、秀吉家臣団の中でも特に武勇の士として称えられていたといいます。秀吉の播磨入国時には、四天王の一人として五千石を与えられ、中国攻めでは、主君の秀吉だけでなく、同僚たちからも満場一致で先行を称賛されるほどの信頼を得ていました。これからの活躍が期待されていた光次でしたが、1578年の播磨三木城攻めで、他の四天王に先立って戦死してしまい、秀吉も嘆き悲しむこととなりました。後日、秀吉が諸将と、今の軍勢の勇猛さは昔の10倍に匹敵すると自慢していたところ、秀吉の軍師、竹中半兵衛は昔より劣っていると反論し、秀吉が機嫌を悪くしたことがありました。しかし半兵衛が、宮田光次がいなくなったからだと言うと、秀吉も半兵衛の言う通りだと納得したと言い、光次の早すぎる死は、秀吉にとって大きな損失となったのです。最後まで動画をご覧いただき、ありがとうございました。今回の歴史ショックはいかがだったでしょうか。参考文献は、概要欄に記載しております。この動画をいいなと思っていただけたら、高評価、チャンネル登録をお願いします。こちらのアイコンをタップしていただけると、チャンネル登録画面に移ります。歴史ショックでは、Twitter、ウェブサイトでも、たくさんの日本史情報を発信しています。概要欄に詳細が記載されているので、よかったらチェックしてみてくださいね。